今回はじゃあレースしましょう。ビジョン、これからの、これからのビジョン、ビジョンと、まあライフスタイルとかやっぱあると思うんですよ。もう価値観っていろいろ人と人によって違うと思うんで、その価値観の中で理想のビジョン、理想のライフスタイルっていうのもなんか聞きたいですよ。興味あるし、ます実際もういろんな人聞きますもん。やっぱり価値観って人それぞれじゃないですか。でやっぱり価値観っていうのもサラリーマンの時の価値観と今起業してからの価値観全然違うんですよ。サラリーマンの時は実は僕アパレル見たんで、服欲しいとかでデートしたいとか物欲とかそういうなんですかね、車欲しいとか、はい、そんなばっかりですよ。しょうもないですよね今はもっとしょうもないですよ。で今ちょっとこうお金が増えてきて、こう西麻布に住んでヒルズで会社経営とかしてると物欲って減るんですよね。でなんで物欲減るか分かりました。それはいいもの持ってる人が多い、いいもの持ってる人が多いといいもの欲しくなくなります。ああ周りにっていうことなんですよ、ね、アパレルの時サラリーマンの時はいいもの持ってないです。みんなだから僕はいいもの持ちたいな、だったらちょっと目立つかっこいいじゃんみたいなのあるじゃないですか。でも今、まあ、車で言ったらロールスロイス、フェラーリ、ランボルギーニ、マセラティとかみんな乗ってますよ。乗っててだからどうしたって感じなんですよ。でもね、最近ちょっとこれ言っていいか分かんないんですけど、なんだリムジン、もうリムジンもバスに見えるんですよねリムジンがバスに見えるとか、リムジンがしかしたらちょっとバトンなんですけどまあリムジンがバスに見えるぐらいリムジン走ってますよね、はい、で時計で言ったら、まあ、ウブロとかロレックスが当たり前で、結局そのリシャール・ミルとかね、まあ、数百万か数千万とかの時計つけてる人ばっかり。もう時計つけてないんですよ。なんでつけないかって言ったら、まあ実際デスクワークに邪魔だっていうのもあるんですけど、つけてても何のそのなんですかね、メリットがない、まあ、メリット満足度がないんですよ、はい、だったらロレックスじゃなくもう G-SHOCK でいいからなるほど。もうほんとそれぐらい物欲減っちゃいまして、で服も実はこれマルキューとか百貨店もあるんですけど、って言っても百貨店の中でもまあ普通の、ランクのブランドなんで、まあ、非常にこう服に対してもサイズ感が合えばいいかなみたいなところもあるし、車とか買わないんですかって言われるんですけど、いらないですよ。今西麻布住んでたら実際なんだタクシー終わるじゃないですか。だからいらない。だから本当僕ね、価値観が変わりまくってて、これ話すと結構ね刺激になりましたって言われるんですけど、まあ、そうなるんですねって言われるんですけど、まあ、そうなるんですよね。で今後もやっぱり結局物欲とか、結局お金で買えるもの価値観じゃないですよ。お金で買えるものって結局お金があれば満たされちゃうじゃないですか。だから結局そう満たされちゃったらいらなくなっちゃうので、なんかそういったところでいくと、まあ、サラリーマンの時と起業してある程度成功してからの価値観って変わる、今後も変わるんですか。今のレベル感よりももっとさらにレベルが上がっていけばもっと価値観変わっていくと思うんですよ。で今全然社会貢献したいと思わないですよ。社会貢献っていうのはそのボランティアって言うんですか、なんか秋服とかあるじゃないですか。そんなのにも全然興味ないんですけど、実際もっともっと成功したら来るのかみたいな、もしかしたら。だからそれってやっぱりいろいろ変わっていくもんだなと思うし、今も25歳もう6歳になりますけど、まあ、25、6歳そういった価値観になってすごい良かったなって起業しようと思います。じゃあ結構話しちゃいました。あ、全然なんかあれなんか今あるんですか、ビジョン、はい、ビジョン、あ、ビジョン、あ、ビジョンの話もう、あ、はいはい、で今後のビジョンですよね。結構これも多くの人話すとえって言われるんですけど、ビジョンほぼないんですよ。でビジョンって結構1年後2年後とか最低でも5年後10年後とか言うじゃないですか。僕ね1年後のビジョンとかもう考えても無駄だと思うんですよね。もう考えてる失礼ですけど考えても無駄だと思うんですよ。それぐらい時代って流れるの早いし、1年後のこと考えてても変わるんですよ。じゃあもうジープチャック1年前は月収多分20万する。今何月でしたっけ？7月ですね。7月だからまあ30万ぐらいかな。会社作ったの去年9月なん で、はい、でその時にやっと30万40万だったんですよ。だから7月多分まあ行って30万なんですよ。で今何ぼかって言わないんですけど、まあもう1桁は増えてます。
だから1年で変わるわけですよね。じゃあ僕今の段階でそのレベルで、じゃあ来年の7月のこと考えてくださいって言われても、いやいやいやみたいな、分かりませんと。でそれもあるし、かつ自分次第で何とでもなるんで、あと価値観が変わった時の目標と変わる前の目標って全然違うから、何とも言えないですよね。そうですね、結局数字だけじゃないですよね、ビジョンって。ライフスタイルとか、結局家族を持ったら時間が欲しいとか、ただ収益を減らしても家族の時間が欲しくなったりとかしますし、まあだから本当ね、僕の中で今月で来月再来月、それぐらいいいんじゃないですかね。向こう3ヶ月ぐらいのビジョンがあれば、まあ、あとは直近に命をかけてその直近の目標を、まあ、達成していくことなのかな。で今の積み重ねが未来だと思うので、で未来を考えます、今を、今に集中しないといけないと思うんですよ。だからそういった意味では本当に最短最速で成功するには、本当今月来月ぐらいにフォーカスしてそこに命をかける。もうそしたらもう半年後は絶対成功してる。だからビジョンを聞かれても、ビジョン、いや特にないですよね直近の目標はあるけど、ちょっと先のビジョンはないっす。人生何か起こるかわからないし、考えても無駄だと思うんで、今に、今を生きてるっていう、ちょっとかっこいいですか、今を生きてる。やばいですねなんかそんな本あったような気がしますね。ちょっとここまで語ってから聞くのあれなんですけど、まあ、じゃあまず価値観のほうから。そうですね、今の価値観、今の価値観、まあ、ちょっと素直に、素直に、まあ、素直に言いますと、まあ、僕の場合はまだその物欲っていうのはまだあって、はいはいはい、まあ、でもさっき言ってたそのなんか周りに持ってる人がいると薄れてくる感はやっぱり結構ありますね。僕はその独立して、まあ、その自分でビジネスをやっていくうちに、やっぱ周りの環境とか付き合う環境の人たちが全然変わってきて、まあ、もちろんその価値観も、ね、全然変わってはきてるのではあるんですけど、ね、なるほど。なんだそのめちゃくちゃ欲しいって昔は思ってて、絶対こう歯を食いしばってもう物欲を達成するみたいな、そう、ね、意気込みが耐えて耐えてあったんですけど、それはあんまりなくなりましたね。ああ、逆にそのやっぱりその今自分のビジネスが成長していくっていうことが楽しいんで、ああ仕事がまくいくっていうことが楽しいですよね。仕事が楽しいんで、なんかそういうのはあんまりないくなると、うん、自己成長と自分のビジネスが楽しい、はい、目まぐるしく変わる環境、あーなるほどですね、なんかこうサーフィンじゃないですけど人生がこうすごい変わってる感じ、なんか生きてる感じますね、生きてる感じが、ああの楽しいっていう感じなんで、その今は欲しないか欲しいっていうよりは、まあ、もちろんありますけど、まだありますけども、今はそれよりも、もう生きてる感がすごい、すっごい分かります。生かされてないですね。そうですね、自分で生きてるし、自分でこう選んでるし、そうですね、選んで失敗するも、なんか成功するも、まあ、なんか自分のせいだと、完全に自分で決めれるっていう。なんか今の時は仕事が以外、仕事以外に価値観があったと思うんですよ、まあ、仕事もちろん、ね、価値観感じてる人ももちろんいますけど、比重としては 100% 仕事って少ないと思うんですよ、やらされてるから。でも、まあ、起業すると結構仕事に価値観を覚えますよ ね、 そうですね、かなり、はい、対談動画撮ってるのもよりこう仕事ってところでもね、やっぱり生かしたいからじゃないですか。分かります。で物欲は今何がですか、ちなみに。物欲はちなみに、はい、家ぐらいですかねちょっと落ち着いてません？そうですね、もうちょっと手前のがいいですか。家ってだってもう一回買ったら終わりみたいな。まあなんかこうレ、まあ、賃貸ですけど、賃貸で、あ、賃貸マンションか、賃貸マンションで高層マンション、高層、まあなんかもうちょっといいとこ住みたいな、いいとこ住みたいなっていう。ああでもそれは環境ですもんね。結局それって自己投資ですよね。そうですね。だからなんか物欲の中でも結局自己投資になるんだらいいじゃないですか。オフィスになるし、はい、人呼べるし、それが僕も家やりたくてもっともっと。だから僕西麻布今住んでますけど、やっぱりそのいい環境にいるとセルフイメージ上がるんで、自己投資ですよ。物欲なんか、なんか絶対必要な場所ですよね、はい、ただなんか家賃100万円以上の物件とかはまだ見てないですね。まだなんかまだ数十万でいいんじゃないかと思うし、100万円超える物件はちょっと僕の中では消費になっちゃうかなっていうのがあって、ただ場所は結構大事ですね。
なんかその例えば車とか、はい、時計とか、はい、そういうなんかその自分のビジネスにその直結しないっていうか、そうですね、かすらないやつはいらなくなりましたね。あ、いらないですか。あ、じゃあ物欲減ってますよね。減ってますね。要は消費、なんか自分のその、うん、なんか自分のそのビジネスにこう使える、あ、自己投資兼みたいな。そうですね、まあ、投資ですよね。投資ですね。投資ってやっぱ回収っていうか、回収、出口を考えるっていうか、まあ、服を買ってもこの服を使って、まあ、ビジネスを良くしていく、まあ、ジャケットに関してもそうじゃないですか。だから車時計っていうのはまあ、つなげれることもできるかもしれないですけど、まあ、金額からすると回収ができない。そうですね、なかなか消費ですよね。消費寄りなものではあるかなっていう。まあ、じゃあなんか変わらないかな。そうですね、物欲減ってます。減ってますね、完全に。なんか結局物じゃないんですよね。その人自身がブランドになれば物なんて何でもいいじゃないですか。だからサファリとかで T シャツ1枚ジーンってかっこいいし、まあ、モデルさんが T シャツ着ればかっこいい、そうです、ね、無印とかユニクロでもかっこいい。でも時計なんてね、結局かっこいい人が着けるかかっこいいわけなんで、よくわかんないおっさんが着けてもかっこ悪いめっちゃ失礼ですけど、はい、って考えると結局物なんていうのはもっと自己満かなって思うんですよね。そんな感じでいいですか。そんな感じで、ね、まあ、一緒ですね。一緒な感じです。あ、まあ、やっぱ起業する人みんな一緒なんですね、大体。で、今後のビジョンは、あ、まあ、ビジョンの方も、まあ、本当にそういう感じに僕もシフトしてきて、そんな感じってなんですか。今まで同じような感じで今まではそのほら自己啓発とか大好きだったんで、はい、こう紙にこう1年後まで書いて、うん、はい、なんか 10年後は難しかったら3年後みたいな、なんか書いてあった。それなんか、なるほどなるほど、長期目標から中期目標みたいな、はい、で直期みたいな、はいはい、でいうのを書いて、はい、でこうやってみたりとかして、こう達成ちゃんと日なんか夢に期限をつけるってよく言うじゃないですか。いや間違いです。はい、まあ、確かにあってはいるんですけども、その独立してからまたそのまま独立してからみたいな価値観もあると思うんですけど、独立してからつける目標とサラリーマンの時の副業でこれぐらい稼ぐみたいな時の目標の達成具合とかっていうのが劇的に違うじゃないですか。なんか意識のレベルが全然違いますよ。半端じゃないですね。やんなくてもいい時につける目標と、やらなきゃいけない時に追い込んだ人の目標って全然違う。全然違いますね。なんかその追い込まれてからはなんかそのなんか夢物語みたいな目標設定っていうのをしなくなったんで、はい、ちょっとその辺のビジョンの価値観っていうのも変わってきてるはいるので、本当に 1,2 ヶ月、3ヶ月先貯金しか見てないし、まあ、見てたとしてもその孫正義さんじゃないですけど、そのあ何十代っていうロングスパンで見てるのは見てるっていう感じで、30になったらなんかもう少し、まあ、もう今どっちかというとスモールビジネスではあるので、うん、スモールビジネスでやってますけども、もうちょっとビッグビジネスにしていきたい。なるほどなるほど。まあ本当にそんなはずないですけども、その多くの人の笑顔につながるような、まあ、なんかね、社会的インフラに少しでもこう役立てるような企業を作ったりとか、ウェブサービスをやってみたりとかちょっとやってみたいですね。でかいビジョンがあって、でかいビジョンがあって、まあ、結構聞いてていろいろ思う部分があって、でも頑張れる時に売り上げの目標ってあったんですよ。月200万個人売り上げとか。でも売り上げ上げたからといって給料増えないんですよね。そうです。僕もしも売り上げを上げた時にコミッションっていうんですか、はい、ちょっともらえるんだれば超頑張ってましたよ。頑張ってた、実際頑張ってたけど、なんで途中で慣れたかっていうと、いくら売り上げを目標達成させてても給料上がんなかったんですよ。その時に会社に対してえっていう、はい、頑張ってるのに給料上がらない、そんな反映が遅すぎる、はい、大企業っていうのは反映が遅すぎる。そうですね。そんなんじゃサラリーマンの優秀な人間やめていくぞと思う。そこに対して1万と2万でも会社が気づいて報酬を与えてる仕組みを作っていれば、サラリーマンの中でも優秀な人間は戻ってくるし残るんですよ、まず。
でそれで、結局今貯金命を受けるってところもベンチャーだからなんですか。僕もベンチャーだし大塩さんもベンチャーじゃないですか。ベンチャーってすっごい激動の生き方をしてて頑張ったことがガーンあるんですよ。だからそういった意味で言うと貯金命を受けるっていうのはまあ地に足ついてないのかもしれないですね。僕らはまだ地に足ついてないからこそすごくやった分だけ増えるし成長できるのかなと思います。だからそう聞いてて思いました。だから必然かもしれないです、ね、こうなるのはなんかいろんな本とか読んでも大体そういうベンチャー企業とかっていうのは最初基盤ができるまで時間がかかったりとかするじゃないですか、はい、なんでまあまだその段階かなっていう基盤ができてから新しいね、なんかそのもっと壮大なビジョンとかを考えていくっていうことかなとは思うんですけど、はい、多分ある程度多分僕が思うに2年間ぐらいはいいんじゃないかと思うんですよ。2年間ぐらいは本当に直近命をかけて追い込んでやってみて、その中で一個一個のこのビジネスモデルとかマーケティングで限界感じてくると思うんですよ。その限界で一回地に足つける必要があると。で次のステージはやり方を変える必要があるんで、まあ一応収益安定させてからちょっとこうリスクのあるというか不安定なやり方を少し取り入れてみるのが大事かなと思います。そうですね。でもまあ本当にベンチャーってやっぱそうなっちゃうかなと思うし、やっぱりみんな貯金ですよね。だって今を生きなきゃベンチャーのくせにね、まあ目標作るのはいいですけど、今は必死なのは普通じゃないですか。余裕ないですそんな余裕なこと言ってられないですけどね。もったいないですよね、はい、逆に余裕持ってたら、僕は逆にあえてヒルズに構えたのも余裕を持ってたしから余裕をなくそうとしてより自分を追い込もうとしてあえて家賃をまあ本当に埼玉県の時超安かったんで、埼玉か西麻布、西麻布かヒルズ大体これ40倍家賃まあ変わったんですけど、いや正直超追い込まれました。追い込まれたし、ここまでの工程費を出している20代社長ってあんまりいないんじゃないかなっていうところもあったんで自信になりました、ね、でただ今の価値観としてまた固定費を下げましたし、ただ一回経験したのはすごい良かったと思うんですよ。一瞬でも経験できて一瞬でもお金を出した、札束を出した、あの経験は本当に今後生きてくると思うん で今怖くないですよ。だから一回追い込んだから、うん、でもやっぱり挑戦したいしようと思って、なんかベンチャーでそういういろんな激動な、波が激しい生き方をしてるんで、まあビジョンを描けないっていうことでよろしいですか。そうですねビジョンの話って言ってるのがビジョン、ビジョンなんてないですよ実際。だから大きなざっくりとしたのはやっぱあるけど基本は直近だってことですよね。だから僕藤田さんとかね、栽培エージェント社長藤田進さんが21世紀を代表する会社を作るって言ってるんですよ。最初からすごいと思うんですよね。マジ天才だと思うんですよ。孫さんもね1兆円の会社作るんですよ、ね、そうですね。みかんのあれ立って、いやいやみかん箱立ってっていう、いやそういう人が僕は本当にすごいなと思って、それってやっぱり僕想像できないし、言ったところでそれって僕落ちてないから、その目標は腹にも。だから結局やっぱり腹に落ちてこないってことは描けてないんですよ。だから描ける人って本当すごいなと思うし、まあ一つの成功ですよね、そういうのを達成していく人って。まあいいじゃないですかね、人それぞれだから。そうですね、僕たちは僕たちの直近のビジョン、直近の目標を達成していけば、その中で価値観って変わっていくんで、そういう中でいろんな自己成長っていう体感していくことがなんかいいのかなって。あんま考えてもなんか意味ないですが、人それぞれ行動が一番、行動するのが一番、行動する一番です、はい。まあ、結局人それぞれなんで、まあ、自分の価値観をしっかり持って、一歩一歩行動していくことかなと思います、はい。まあ、一応これでどうなんだっけ、価値観とビジョン、ビジョンですね、ですね。その話はまあこれで、これで終わりにしましょうか、はい、ありがとうございます。